おいしい。のりんごはですね、菅原さんのりんごです。菅原さん、あ、はい。菅原さん、あれ、今いただきました。あ、じゃあ、りんごの。もそうですよ。はい、こちらの。りんごなくなっちゃったかな。まだありますよ。あ、じゃあ。箱でたくさんありますから。はい。こちらがりんごですね。私ももう一口。あ、じゃあ。皆さん分かってください、この違い。本当。食レポさせていただきますジューシーですごい糖度もあって美味しいです。うん、最高です。寒さに耐えるために蜜になって自分の栄養を蓄えて一冬過ごすんですけど、栄養をちょっとずつ蜜を吸い取ってどんどん散らばって最後はなくなるっていうで春を迎える。この寒さっていうのが甘さを育てるんですか？そうです。そうなんですか。はい。柔らかいリンゴにしかならない。じゃあ実がキュッと締まって甘いっていうのは寒かったりあと、高地だったりとかいう厳しい環境の方が、リンゴが美味しく育つんですか？はい、確かに青森とかですもんね。そうですね。なるほど。はい。長野もいいですよね。はい。あとトマトも作ってらっしゃるんですか？トマトは絶品です本当。これはどんなにしても皆さん食べてみなきゃ本当に。はい。本当にそういうトマトです。素晴らしいですね。6月に間に合えば。トマトって6月には間に合わないんですか？6月中にはなんとか赤くはなるギリギリです。私がそのトマトで作ってご馳走したいです。6月に。わあ、いいですね。贅沢ですね。合宿の料理は全部トマトは菅原さんですけど、菅原さんのトマトのパスタ。水っぽくなっちゃいますもんね。なんか缶のトマトスープみたいなやつは。そうなんですね。楽しみです。菅原さん。全然使わないです。私はもう本当生トマトしか使わないです。じゃあここにもあれ冷凍してありますけど。じゃあ皆さんちょっとまた戻ってきつつではこちらから。出発してですね、ここは歩けるのかな？向こうですね、能の準備が出来上がってるそうなので、あ、これお家の中から見るのね。お家の中からひょっと外に出るた感じで。ここで、ここでもう撮ってる？これでもう撮ってようか。じゃあボタン押しちゃおうか。これで押して、これで今取れてますかね。取れてるのかな。取れてますね。ですね。はい。じゃあこちらにみんなこうお越しいただいて、で源さんちょっと長めに演舞してもらって、最後私入ってきてダンダンダンって4つ書きたいんですけど、何分ぐらいやりますか？音がない？どうしよう。まず一回その屋島を全部やってから。じゃあその後のそうですね、そうしましょう。そうですね。じゃあ皆さんをちょっと連れしまして、はい。ではこちらから。冷たいです。じゃあ肉布団もある私が。こうちゃんも肉布団もあるから。準備を進めて、本日が、この準備の会でもあるのですが、6月にはですね、なんとここが能楽堂になっちゃうよということがありまして、能というのは大地やその先人たちの魂の鎮魂のために行われるということで、この土地の、歴史に、敬意を込めて源幸四郎さんが本日、屋島の方を披露していただきます。ではお願いいたします。ちょっとも入ってると思う。もう一回確認しましょうかね。一応固定カメラも1個ぐらいは。あれ、うちのお父さんの。あった後にね。はい。お父さん、入れてきて。お父さん、入れてきて。お父さん、ビデオを撮ってもらっていい。ではでは、皆様。この辺の、にも、だと言われています。源義経公の。内容を披露させていただきます。これすごいそう。今日の修羅の形は多そう。何のとの神の律とよ。あらものものしよ手並みは知れぬ。思いぞいずる壇の浦の王、この船戦今は早、この船戦今は早、演武に変える生き死にの海山一同に振動して船よりは時の声、君がには波の盾、月に白むは剣の光、後ろに映るは兜の星の影、水や空空ゆくもまた雲の波の強い父もおる、船戦の駆け引き、浮き沈むとせしほどに春の世の波をかけて、敵と見えしは群れいるかもめ、時の声と聞こえしは裏風なりけり高松の裏風なりけり高松の朝嵐小僧なりにけ「ね、一緒にでは、こちらでライブペイントなんかそれらしくどんなことがあると思うかな。おもちゃ用意しましょう。なんかライブペインティングを一緒にやるのかなね。そうですね。段取り的には。なんかまあ音楽なんか流しますか。それともなんか話しながらやりましょうか。じゃあちょっと私の話しながらでいいのかな。松山さんの話これどうする？盛り上がりますから。では岩手市民の皆様とコラボレーションでこのキャンバスを持ってきていただいて、あんまり長くならず寒いから。そうなんです。でもやめた方がいいね。この中に電気あるの？万葉して、これもあれ、ご安全大丈夫ですか？何個？いや大丈夫です。すいません。そっかそっか。いろいろ今日は忘れ物だらけで、また第2弾が。夕方では？あ、大丈夫です。そう。まずごめんなさい。見ていただいて、じゃあじゃ喋りながら先生と皆さんでここヒントゲームみたいな感じでやってもいいでしょうか。エイテツ君のお父さんです。あ、エイテツ君のお父様いつもありがとうございます。ではですね、こちらにお越しいただいてクイズします。ですね、こちらの今の屋島というのは源義経公が屋島でを戦った時の能の演目となるんですよね。屋島とそのまあ壇ノ浦が平家と戦った合戦の模様を、まあ再現している。ここでですね、まあ、源義経公とこちらの岩手一関との、接点って言いますか、何かゆかりがあると思いますが、わかる方いらっしゃいますでしょうか。あ、どうぞ。平泉。わあ、さすがでおられます。はい、平泉というのが、世界遺産になっておられまして、私も明日ちょっと、拝んでいきたいと思っていますが、そこで源義経公が、壇ノ浦で戦って、そして北上して。最後の地を遂げたというのがなんとこの一関になるというふうに言われております。でなおかつですね、もう一つ物語はありまして、もちろんそこで平泉で命を、最後の地と言われてるんですが、もう一つ伝説があります。源義経がその後ほにゃららになったっていう伝説がありますが、皆さんご存知の方いらっしゃいますか。あ、マキさん。はい、ジンギスカンになったという。あ、さすがでございます。はい、一つには、平泉で、お亡くなりになられた。もう一つは幕末シーボルトという、ドイツ人の、医師がおりまして、シーボルトが唱えた説は実は大陸に渡っていたんだよという説がございます。その時期に、チンギス・ハンは弓矢を使うようになって、それはモンゴルでは使われていなかった武器であったというのが、論文の根拠になっているんですね。で私は実は今ですね、これ世界に渡る侍っていうことがこのストーリーあります。で私はそこにもう一つ物語を引っ掛けたいなと思ってます。それは源幸四郎さんなんですけれども、同じ源姓で、おられますが、実は私彼が主演の映画撮っております。土方歳三さんをテーマにした映画で、土方歳三さんがラストサムライとして大陸に渡ったんだぞというファンタジーストーリーなんですね。でこれは都市伝説みたいなものではあるんですけれども、実際ロシアでその時期日本人街が大きくできたりとかいう、ことと重なります。源義経が大陸に渡って、源幸四郎が演じた土方歳三もひょっとして大陸に渡った。そこに私もう一つ物語掛け合わせたいと思ってます。それは、現代に生きる私たちが、侍となって世界に渡るという今を生きる私たちの物語です。この水と風大地の芸術祭は今を生きる侍たちの物語を描いていくものになるんだということをここで私は確認したいと思います。で、この侍って何なのって武術やる人たちだけなのっていうとそうではないと思います。例えば先ほどの修行さんのお話も伺いましたけれども、日本を元気にするために戦う姿は危ない侍そのものなんじゃないかなというふうに感じるわけで、私たちの心の中にある侍、を生かしていくっていうことをこの水と風大地の芸術祭で取り組めたらいいななんて思っています。あ、すいません。でもう一つ物語が続きます。同じ源の名前でこの土地とゆかりのある物語がもう一つあります。ご存知の方いらっしゃいますか？ぜひ清水さんに掘っていただきたい物語がありまして面白いんですよ。先生がお話しされますこの山の裏の山が金山でした。この山のどの山になりますか？こっちの裏の山です。この裏の山ですね。向こうが金山でこの、山で取られた金が実は、京都の、金閣寺を作った金になっていました。さて誰が運んだんでしょうか？わかる方だんだん難しくなってきてこれあ、そうね、素晴らしい。やっぱり地元に歴史が残ってらっしゃるんですか？それが汚さないように金閣寺を書いてみましょうか。はいはい。いうところから出たんです。義経が。そうですよね。はい。お母さん大丈夫。あ、そうなんですか。はい、義経もじゃあ固まってるんですね。なるほどなるほど。じゃあ義経がここに来た可能性もあるのかな。義経の馬がこの裏の山で。裏の山じゃなくて今日通ってきて。今日サンドイッチを買ったところです。あ、そうなんですか。じゃあそこにも。天馬やってるの。はい。千の馬を育てた。千の馬を育てた。なるほど。じゃあちょっと馬をちょっと書いたりして手が疲れますよね。ごめんなさい。この様子を写真に撮っていただけたら住民の方とじゃあ金閣寺みたいな共に。ちょっと私もこう。はい。コラボレーション。コラボレーション的な。写真的に。さあ。そこで、じゃあこちらにも絵を持っていていただいて、ただ能衣装に絵の具をつけないようにしていただきながら、で、あともう一つはですね、面白い話がございます。この義経の馬をこの一ノ関で、馬を育てた、はい、という。まあじゃあひょっとして今日源さんが舞った屋島の舞、つまり壇ノ浦や屋島で乗っていたのはあの時は船戦だったから馬はいないかったかもしれないけど、あ、でも一ノ谷でね、あ、一ノ谷で乗った馬が一ノ関の馬だったりするかもしれない。面白いですね。あともう一つですね、こちらの金山がある。でこの金を京都に持って行ったのが八幡太郎と言います源義家になります。でこの義家という人物はまた不思議で、土方歳三さんが天然理心流の宗家のお祝いをした、府中の大国玉神社の前に銅像がなりましてね、なんかこことここともつながってきる。なんでかって言いますと、この義家という人物はこの金山から金をたらふく京都に持って行ってすごい財を成して、そして、関東戦勝のお祝いをするために1000本の並木をね作ったっていうことで、今も多摩地域でもすごく歴史的になってるんですね。大国玉神社ですね。大国玉神社です。でこの義家がなんとですね、ここに矢を放ったんですね。藤沢町の木の実から。だから今日私は藤沢町の木の実から。ここに矢を放ちまして、で矢越山を越えて、そしてここの矢を放ってですね。この矢がここの土地の住所わかりますでしょうか？そうなんです。なんとこの登米という、土地の名前はですね、この矢止め石という矢を止めた石がなんとこの先生が、つい最近10年ぐらい前までこの土地に石があったそうなんです。そういう石がまさにですね、それがそこから飛んできたっていうのが畠山さんのお家のあたりからなんですよね。木の実からここまで飛ぶわけないよね。伝説だからね。伝説の矢が越したって矢越山だからね。それは納得できるね。石がこう矢が当たったというのが、しかもそれ飛んできたのが畠山さんがお住まいの藤原から飛んで、藤沢から飛んで、ごめんなさい、はい、山を矢越山を越えて矢止め、そこに矢が刺さったということは。修さんすごくないですか？やっぱりですね、私たち今30年間経済は停滞で、どんどん値上げして、もうコロナもあってみんな瀕死の状態みたいな、日本は今侍がこう勝ってるのかっていうと結構まずいなみたいな状況なんですが、ここでね侍諦めるわけにいかないなということで、反撃ののろしを上げていきたいなと思ってるんですけれども。なんかその侍をもう一度、心に火をつけて矢を放っていくっていうこの記念の、会をですね、水と風大地の芸術祭っていう6月の取り組みから行っていきたいと思ってまして、今日はその先生に出会って感動して、なんかこういうことをしたいなって思ったことをですね、皆さんと共有してどんな風に盛り上げていければいいかご指導いただけたらなと思っております。先生、ちょっとお話ししてください。はい、もうこんな田舎で育ってずっとこの土地、この土地にいたのはわずか15年しかいませんでしたけど、ここを離れてこそふるさとの良さが分かるっていうところがあって、東京にいて仕事をするようになって、物販に帰れるようになってから余計この土地に対する愛着が強くなって、親亡き後私がここを継いだわけですけど、これをこのまま廃れさせてはいけないと思って、ずっと一生懸命そのためだけに働いてきたようなもんなんですね。で働いてきて、さあ自分も後期高齢者になって、この後どうしようか、この土地をどうしようかなと思った時に、これを私がこの後世の人たちのために何か残せるものがあるとしたら、それは物だけじゃなくて、こういう経験であったり、見たことがないものを見るとか、聞いたことがないもの、自分の今までの常識の中になかったものを伝えていくことは、多少私が何か役に立てることではないかなと思って、たまたま増山さんと出会って、増山さんに何かをしたいんだよねって言ったら、じゃあやりましょうということです。早かったです。でこの義家の話も先生のお宅にお邪魔しまして、高井戸に一橋進学塾の本部と塾とお家がございまして、そこでお話をしてたら、なんか夜か朝に先生が「あ、そういえば」って思いつかれて「八幡太郎義家の矢止めの石なのよ」なんて言って、でそれがなんかふっと全部つながったんですよね。こう射止めるとか矢を止めるってなんか目的を掴むみたいな意味もありますし、なんかこう侍たちの物語、さっき源さんの演舞のを拝見しても、なんかそこに生きてるみたいな義経さんの気持ちが伝わってくるみたいな感覚があって、なんか先人たちの思いをね、考えた時に、さっき洋島の話もされてましたけど、何度もダメになりそうになっても蘇ってきた我々日本ですから、そうですね、はい、なんか素敵なことをここからできたらいいなと思いまして、本日に至ります。そこで源さんにですね、大きな宿題を今作ってまして、でまた先生の恩師でおられる K さんですよね、NHK の歴史プロデューサーの教え子ですね、教え子さんにもちょっとお力もお借りしたりもしながら、6月までに新作のを作ってくれるのかな。宿命のこの物語を、矢越のなんか演目を作ってくれるのかな、作ってもらえるといいな。そうですね、6月には義家で、今日は義経でした、今日は義経でしたけども、源ブラザーズ、ブラザーズじゃない、ブラザーじゃないですけど、先祖ですね、先祖様ですね。ちょっとだけ違いますよね。ちょっと上ですね。はい。なんかここで松のね、舞台のどんちょうが先生の妹さんが作ってくださって、皆さんにちょっとずつお力をお借りしたくて、ここは竹をこつ飾ってみたりしたくて、熊谷さんとか吉田さんにここに竹をね、ちょっと切ってきてこう刺しておいてほしいんですよ。能っていうのはこの松があって、こちら側が竹がっていう、そういったね配置になっているということで、宿命師能楽堂6月で義家さんの宿命師の新能も披露されることだと思いまして、それを祈願しまして、今日お越しいただいて、地元の歴史としましては大変。一ついいですか？はい。先ほど壇の浦の能をね体験させていただきました。ありがとうございます。で、壇の浦の戦いといえば源平合戦ですね。で、源氏と秀吉の戦い。先ほど頼朝さんも出てまいりましたけれども。あそこはやっぱり海の戦いなんですね。はい、で海の戦いでなぜ源氏が勝ったかと言いますと、河野水軍といってですね、やっぱり水軍の力が大きかったんですね。はい、でそこで一番、活躍された方が河野道信さんという方でございます。河野道信という方は、私次週なんですけど、次週は一辺上人が作った人、一辺上人のおじいさんになる方です。その方が壇の浦で活躍して源氏が勝ったと、そういう言われがあるんですね。そのために頼朝さんの妻政子さん、政子さんの妹を妻としたというぐらいすごい武将なんですね。でその後承久の乱で敗れて、実は岩手に流されて、岩手で亡くなって、今年でなんと800年です。その絵が国宝であるんですけど。この間見ていただいたと、あそこにあった絵が本堂の中にある、あの絵が国宝なんですか？国宝の絵を複写して大きくしてもらう、その額縁を作ったのが畠山建築さん。ありがとうございます。まだじゃないからなので、今年ちょうどその方が亡くなった800年なので、バスツアーでね、二上というところですけども、そこにお墓参りに行こうかなと。ああ、そうですか。そういった800年というね、記念すべき年が今年と、そんな時にこういった素晴らしいご縁をいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、この間来ていただいて、岡本太郎のどんちょうがあるよっていうことからこういうだったんですよね。本当ありがたいです。ご縁に感謝いたします。400人でしたかのキリシタンの方を。かくまわれたというお寺になられまして、でご住職の渋谷さんも芸術家でおられて、でその、一関のナンバープレートのデザインも大変こうきらびやかでシックな、なんかこう上品なデザインで素晴らしいと思いまして、でなおかつその「We want the light」みたいな、なんか私の記憶が定かかというと「アムアミダ仏」というような中には、どうか神様光をくださいっていう祈りが言葉であると。実はその祈りの言葉と同じ意味の言葉が、ムスリムの方も持ってらっしゃるし、キリスト教の中でも同じ意味の言葉があるよっていうことを、本当に素晴らしい芸術作品に作られて、お寺の中に飾られておりまして、なんかキリシタンのね、殉教慰霊碑を去年建てまして、神父さんと牧師さんと僧侶で拝みました。境内でね、賛美歌を流してミサを行ったっていう。素晴らしいですね。私の夢があるんですよ。先ほどね、修行先生がおっしゃったように、対立して物事を見るんではなくて、同じ方向を見る。宗教はやっぱり違うけども、同じ方向を見ることが今一番大切な世界平和の第一歩じゃないかなという思いを込めてました。素晴らしいです。私の夢は文化交流をいろんな国で行って、今は例えば戦争してても、いつか終わって、そして貧困とか飢餓とか、戦争、暴力、そういったものがなくなって、みんなが幸せに生きれる世界を、こういった交流をもとに相互理解を深めて作ることなんですよ。でもそれもう20何年前から思いついて取り組んでるんですけど、具体的にじゃあ何したらいいのかいまいちよくわからないままがむしゃらに動いてるんですけど、なんかご住職の作品を拝見した時に、政治家になろうとして、はい、政治家にもトライしたりして、トライしましたよね。はい。でもうまく、はい、芸術家として皆さんの思いをつなげられたらなと思って、日本でもこういう活動をして。3月はドバイのワールドアートドバイっていう博覧会しますし、源さんはサウジアラビアに道場を作られるとか、あとロシアと映画を撮っているとかするんですけど、できたら戦いじゃなくて、その後みんなで一緒に過ごせる世界を作っていく。だから批判するんじゃなくて、そちらの方向のことを一緒にみんなと作るっていうようなことができたら幸せだなと思ったら、本日お越しいただいて光栄です。思いがけないあれでしたね。本当に畠山さんのからのご縁でいただきましたので、本当に神様みたいな畠山さん、ありがとうございます。じゃあそんな感じでしょうか。はい、集まって来ていただいた皆様が一人一人神様ですよね。そうですね。これから世の中を良くしていく神様としてみんなで生きていきましょう。はい、よろしくお願いします。思いで立ち上げましたけど、でもまだ予算がちゃんとつかぬまま暴走してますから、もしこのじゃあ6月やってみようって、ここが一番綺麗らしいですね。6月でお花が咲いて、こんな人を呼んでみようとか、じゃあ協賛してあげるよとか、手を書いた絵もあったら。見てくださってる方もぜひ応援してください。お願いします。じゃあ寒いから中入りましょうか。ありがとうございます。これどうする？終了？ずっとはい。見てる人いる。